久保さんちょっとね、名言生み出してましたよ。作業から作業へと。作業から作業へと。まあ、ほとんどの人は、まあ、最初、作業なんですよね。もう右も左も分かんないし、とりあえずこれやっといてっていう。分かりました。そっからなんですよ。で、それをなぜやるのかとか、どんなその作業が会社に意味があるのかとかね。全く分かんないけども、あの、やっといて分かりましたっていう。 なんですよね。でも作業を作業のままで終わらしてる人は給料は上がらない。でも作業を作業に変えた人は給料は上がるでしょう。じゃあこの作業っていう言葉を調べてみました。作業ね、えー。力を他に及ぼして影響を与えること。またその力の動きっていうのが作業らしいですね。いい言葉ですね。作業っていうね。<laughs> うん。 力を他に及ぼして影響を与えること。つまり、まあ仕事でね、何か影響を与える人は給料高いですよね。影響を与えられてる人は、ああ、給料少ないですし。例えば社長はどういう影響を与えているでしょうか、えー。上司はどういう部下に影響を与えているでしょうか。もし部下に何の影響も与えていない、社員に何も影響を与えていない社長。 であるならば、多分そこの会社はうまくいかないでしょうね。うん。だからまあ、あの、ネットビジネスっていうのはテクノロジーっていうのを使って何か人に影響を与えることであると。まあ、久保さんも、あの、YouTube を通してね、いろんな人に影響を与えているから、あー久保さんの総家塾に入るし、僕もインターネットを通して発信を通していろんな人に影響を与えているから、 あなんだあ僕の商品が売れると。もし誰にも影響を与えていないんであるならば、僕の商品は売れないです。はい。だから影響を与える人間にならないといけないし、作業を作用にしないといけないと。じゃあ作業を作用にするためにはどういうことが必要なのかっていうと、深く考えて、深く考えて深く行動することですね。最初は言われた通りにやるだけなんですよ。 でも多くの人はこの素直に言われたこともやれないっていうのもあるんですけど、まず言われたことを徹底的に何,何回も反復してやるんですよ。で、その反復してやりまくってる中で、これなんで必要なのかなとかでこれ、これをやるとどうなるのかなとか、それう深掘りどんどんしていくわけですよ。一回や、一回だけの作業で深掘りはできないです。何度も何度もやることによって、それを熟知していく、あの、あの、熟と、熟読、あー ののものにしていく。その過程の中で、どんどん作用になっていくと。これね、あのー、あの、ハンコハンコを押す。これ YouTube でね、あの、さっき検索すれば出てくるんですけど、ハンコをただ押す事務員の人がいるんですよ。めちゃめちゃ早いんですね。もう事務員何年みたいな。バババババババ,バこれ YouTube でありますけど、もう熟練の技ですよね。 じゃあそのテレビの映像を通してどういう人々に影響を与えていますかただハンコを押すっていうことなんだけども、その事務員の人はね、早いですかねって、ブブブってやってんですよ。それがテレビの映像になって、それがエンタメになったりとか、あ、こ,こんなにハンコ早いんだ。すげえな。すげえなっていう影響を与えたりとかね。どうですか熟練になればなるほど <laughs>。で、しかもその,、ま、そのテクノロジーですよね。 あのテレビというテクノロジーですよね。まあ僕たちは今 YouTube っていうテ,テレビみたいなテクノロジー、個人が使えるわけなんですけど、まあそういう影響を与えるわけですよ。で、そうすると、まあアクセスを稼いだりとかね。まあそれも結構何百万回か何十万回回ってたと思いますよ。ただハンコバーっと押すだけですけど。まあこんなのは、まあ他のテレビ番組の企画でいっぱいあると思います。何かのその熟練した人の技みたいなね。 まあ僕たちはそのなんだろうな、この、そういう、そういうなんか、うん、ハンコバーってやってるわけじゃないんだけども、そのトークでね、こう、なんだ、影響を与えるわけですよ。でもこのトークもずっとやってると、まあ、この、研ぎ澄まされていくわけですよね。多分作業を作用へっていう言葉のこの使い方も、まあ他の人が言ってるかわかんないですし、 まあ僕調べたわけじゃないので勝手に生まれ、あの、これいいんじゃないかなって出てきたんですけど、これもなんで出てきたかっていうとずっとやってるからですよね。でも探せばあるかもしれないです。探せばね。これ言ってる人がいるかもしれないです。探せばね。でもあなたは探さなくてもその言葉を今聞いてるんですよ。僕の動画見てることによってね。<laughs> うん。まあいろいろ申し上げましたけど、これいいんじゃないかな、久保さんね。作業を作業へと。こ,こ結構ね、パシッときたわけんですね。いってらっしゃい。